こんにちは、マセンロクヨンケイヨンです。今回は薬学部攻略予備校の帝京大学薬学部の薬剤師国家試験の真の合格率、6年間の学費、ストレート合格するための対応策についてお話ししていきたいかなと思います。それでは早速やっていきましょう。はい。帝京大学薬学部、まず一つ目ですね。6年間の学費が1277万円になります。この金額の中に、まあ、家賃だとか交通費だとか、また、食費、教材費等は含まれてはいません。そして2つ目ですね。1年時に入学した平均が321人前後でした。近年入学された5年間の平均が321人だったので、この数字になっております。そして3つ目、106回薬剤師国家試験の合格率が354人受験されて232人合格したということで 65.54% でした。そして106回薬剤師国家試験の真の合格率が 60.41% で、出願者数が384人の合格したのが232人で 60.41% でした。この、差が 5% くらいですね、になります。そして、最初というかこの後の数値から出てくるパーセントなんですが、ストレート合格率ですねが 58.87% です。入学したのが1年時に321人で、合格したのが189人ですね。で、このパーセントは 58.87% 以下と思ってください。まあ、その理由としては1年時から5年時の留年者数が、まあ、完全に把握できてないので、バイアスがかかっているということになります。そして6年時の新卒出願者数対新卒受験者数が241人対225人ということで、6年時までに少なくとも卒業留年で16人留年しているということですね。そして既卒出願者数が140人ということで、国試浪人の数は多いです。まあ、このストレート合格率から見えるように、数が少なくなってくるというところですね。しかも、入学者数が321人だから、だいたい半分弱ぐらいが既卒の出願者数としているということです。薬学部に入学してから卒業までに少なくとも132人以上留年しているということで、まあ母数から見てもだいたい半分弱くらいですねは留年しているということで、まあ多いかなと、まあ多いですね。はい、この数字から見て、もともとの、まあ、合格率が 65.54% と公表されているんですけど、まあ、そこから、7% 弱ぐらい低くなっていると、ストレートでね、合格する数が。なので、まあ、なかなか大変だなというところですね。そして、ストレート合格するための対応策についてお話ししていきます。まず、最低でも学年上位4割の位置に常にいることがものすごく大事になってきます。この4割っていうのは、まあ、半分以上ですね。100人いたら40位に常にいることですね。で、それは1年時の順位だけじゃなくて、最終的に6年時までの順位の4割にいなければいけないので、1年時の時点で4割の位置にいる人は赤信号、黄色信号あたりですね。まあ、それがどんどん下から削れていくので、まあ、どんどんと4割だった順位が下に下がってくるので、まあ、本当に1年時の学生者数をちゃんと把握しておくこと、また、
学年上がるごとに、まあ、どれぐらいの学生の人数がいて、4割の位置がどうかっていうのを常に、自分自身のボーダーとして貼っておくことが、すごく大切なことになります。そして二つ目、まあ、34694の薬学部攻略予備校を視聴するということで、まあ、こちらの薬学部攻略予備校というのは、薬学部に入学する前から、薬学部6年生時までの、まあ、必要な情報、効率よく勉強する方法等の動画をアップしています。はい。例えば、薬学部入学する前に勉強しておいた方がいい科目だとか、また入学してからやるべきことだとか、また定期試験の、合格するための、勉強方法だとか、また、最初の勉強方法だとか、あとは、4年生時の CBT を好き対策、5年生時の薬局病院実習ですね。まあ、そこのポイントだとか、また、その実習中の勉強スケジュール等ですね、が挙げられます。そして3つ目ですね、薬学部5、6年生時には、マサ4694の薬剤師国家試験攻略メソッドを視聴。最新情報は、マサ4694のツイッターで入手するということで、こちらの、まず薬剤師国家試験攻略メソッドというのは、薬剤師国家試験に受かるためのツールの一つとして考えてください。まず、5、6年生時で、どういった勉強をしなければならないのか、大体何月にどういった勉強スケジュールを立てないといけないのか、どこまで勉強しなきゃいけないのか、何を勉強すればいいのか、っていう効率の良い勉強方法等が、動画として出しています。もうすでに3年以上ですね。もう動画は溜まっているので、そちらから見ていただくこと。またどんどんと、最新の動画等をアップしているので、そちらもご覧いただくと、ものすごくプラスになっていきます。また、まさにおぴょんぴょんのツイッターですね。今現在が病院薬剤師の DI 業務の責任者として、活動というか、仕事に従事してるんですけど、その DI というのが薬剤部内に新薬品と、新情報等を、周知させること、また、院内で DI ニュースを出して、薬品等の情報を、知らせる、そういった役目を担っております。なので、新薬品、また新情報についてですね。すごく勉強して、詳しくなければならないと。そして、臨床現場等の新知識、また新薬品の新情報等ですね。そちらを、つぶやくことによって、国家試験の新問題等に直結するんですね。現在の臨床で行われているそういった疾患についてですね。そういったのが国家試験に出やすいので、新問題っていうのは、知ってるか知らないか、で、1点取れる取れないっていうのが決まってくるので、しかも他の受験生、学生と、差をつけやすい、そういった問題になってくるので、すごく有利に進められるということで、進めております。ツイッターですね。どうぞフォローしてみてください。はい。ということで、今回は、薬学部攻略予備校の帝京大学薬学部の薬剤師国家試験真の合格率、6年間の学費、ストレート合格するための対応策についてお話ししてきました。それでは。